防御率の悪化が懸念されているロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平は投打ともに好調だがキャッチャー陣は異常事態に陥っているという報道をご覧になった方も多いだろうだが現状を丁寧に報じたメディアは少ないこの記事ではまず経緯を丁寧に見てみようそもそも昨シーズンの正捕手はマックス・スタッシュだったところが今シーズンは開幕前に故障者リスト入り 怪我は治ったという報道もあったが、今は家庭の事情で復帰が難しいという。そこでエンゼルスは今シーズンの女房役をローンをンホッピーに託した。昨シーズンにメジャーに初昇格し、たった数試合しかマスクをかぶっていない。開幕戦のスタメンも初めてなら、公式戦で大谷翔平の球を受けるのも初めて。不安視する声が多かったのは当然だろう。担当記者が言う。 最悪の事態が想定されていたので、試合を重ねるごとに意外に悪くないのではと安堵する声も出ていました。ところが4月20日、日本時間、イカ道のヤンキース戦で、オホッピーは9回の第4打席で、左肩を痛め途中交代となったのです。診察の結果、左肩関節腫、関節腫の損傷で手術を受けることが決定。前治には数ヶ月がかかる見通しで、今シーズンは絶望という報道が大半を占めました。 打撃妨害に怪我。オホッピーが怪我をする前の4月16日のレッドソックス戦ではマット・タイスが出場した。だが、これが散々だった。大谷翔平は3番 DH で出場し、味方打線が初回に4点を先取。チームは4回に逆転を許しますが、6回に大谷翔平が勝ち越し打を放ちました。ところが8回、なんとタイスが2回も打撃妨害の判定を受け、 これが原因で3点を失い、エンゼルスは7対9で敗れました。試合後、タイスは最低。自分のせいで負けたと、悔しさをにじませました。同記者。次にエンゼルスは、チャドウオーラクを起用した。メジャーでは6年間のプレイ実績があり、通算90試合に出場。 先の二人よりはベテランだが、昨シーズンは基本的にマイナーリーグでプレーしていた4月22日のロイヤルズ戦で、ウォーラクは決勝点となる1号ツーランを放ち、大谷翔平も7回102球を投げて無失点と見事なピッチングでチームは勝利しました。ところが5月10日、ウォーラクは首の張りを訴えて故障者リスト入りします。フィル・ネビン監督は離脱が長くならないことを祈っているとの懸念を報道陣に語りました。 同記者。キャッチャーの責任。トー t o エンゼルスはクリス・オーキーを起用した。キャッチャーの相次ぐ負傷でマイナーから緊急昇格させたのだが、メジャーでの試合経験は7試合しかない。大谷翔平は5月10日、アストロズ戦に先発しました。オーキーが体でボールを止められるかデータがないため、大谷翔平は鋭く落ちるスプリットは補給しにくいと判断して、実践に臨みました。 それでも試合は4回まで大谷翔平の高騰が続きましたが5回に逆転を許し7回3失点で初黒星を喫しました。大きいがキャッチャーだと大谷翔平はスプリットなど何種類かの変化球が投げられないわけですから同情的な報道ばかりでした。同記者。結局5人のキャッチャーが離脱したり欠点が露呈したりという異常な状態が続いている。 メジャーリーグ評論家の友成那智氏は、エンゼルスのキャッチャーは問題だらけだとデータにも出ていますという。メジャーの場合、パスボールはすべてキャッチャーの責任です。まさに死んでも取れという考え方です。ピッチャーにもパスボールの記録は残りますが、それは短所を明らかにするためのもの。パスボールはキャッチャーの不名誉な記録として残り、その数で守備の考説が図られると言っても過言ではありません。内野にコンバートされた過去。 もちろん、チームごとのパスボール数も記録されている。5月12日現在、チームのワーストはエンゼルスとアスレチックスが12で並んでいる。同じ12という数でも、その意味は両チームで正反対です。アスレチックスは藤波慎太郎が起用されていることからもわかりますが、ピッチャー陣は総崩れです。キャッチャーにパスボールの責任があると言っても、それでもなんとか12に抑えていると、擁護することができます。 一方のエンゼルスは今シーズンピッチャー陣は好調です。にもかかわらずワーストタイのパスボール数なのですからこれはキャッチャーの技量に問題があることを物語るデータなのです。どうともなりし。ともなりしがエンゼルスのキャッチャー層崩れの象徴として見るのは2回も打撃妨害の判定を受けたマット・タイスだ。彼のアマチュア時代のポジションはキャッチャーでしたがプロに入ると内野にコンバートされファーストやサードを守っていました。 2021年、エンゼルスのマイナー時代に、キャッチャーに再コンバートされますが、それは、当時から、エンゼルスのキャッチャーの顔ぶれが弱かったからです。しかも、その時でさえ、内野主権保守という位置づけでした。そんなキャッチャーを相手に、大谷翔平が全力を出して投げられるはずがありません。不思議な巡り合わせ。5月12日現在、ピッチャー大谷翔平が、短所となったパスボールは8球。2位が5球なので、ト突の1位だ。 大谷翔平の変化球は、名キャッチャーでも補給に苦労します。ところが、今のエンゼルスは、技量に問題のあるキャッチャーばかりですから、大谷翔平の変化球を後ろに反らすことが多い。結局、今後の大谷翔平は、キャッチャーのパスボールを恐れながら、投げることになります。ランナーが出ると、相当に神経を使うでしょう。ピッチャー、大谷翔平にとって、今シーズン最大の懸案事項になりつつあります。どうともなりし、 ピッチャーにとってキャッチャーの力量がどれほど重要かは言うまでもないが、先日その問題をめぐって非常に興味深いことが起きたという。アストロズのマーティン・マルドナードは名キャッチャーとして知られ、2017年にはゴールデングラブ賞にも輝きました。彼は16年からエンゼルスに在籍し、18年にはメジャー1年目の大谷翔平の球を受け、年間4勝の勝ち星に貢献しました。 彼は打撃が弱点ですが、アストロズは守備とリード、ピッチャーとの信頼関係を理由に高く評価しています。どうともなりし、5月10日に大谷翔平が初黒星を喫したのはアストロズ戦だった。そして敵チームでマスクをかぶっていたのはマルドナードだった。 打撃成績は良くないマルドナードが大谷翔平からツーランホームランを放ち、これが決勝点になりました。メジャーに初挑戦した際、大谷翔平をサポートした選手が敵チームの名キャッチャーとして活躍を続ける一方、大谷翔平の女房役は昨シーズンまでメジャー通算7試合の出場経験しかなかったわけです。まさに不思議な巡り合わせでした。どうともなりし、パーソナルキャッチャー。 エンゼルスは裕福な球団ではないが、かといって貧乏でもない。外野手のマイク・トラウトとは12年総額479億円の大型契約を結んでいるのは日本でも有名だ。メジャーリーグは7月末までトレードが可能だ。何とかして新しいキャッチャーを迎え入れることはできないのだろうか。シーズン中にキャッチャーをトレードで獲得するのは至難の技です。 アメリカでもキャッチャーは守備の要であり、監督の役割を担うことも珍しくありません。優れたキャッチャーは大切にされますし、近年のメジャーではパーソナルキャッチャーという考え方が一般的になってきました。ダルビッシュ優がパドレスに移籍した際、女房役のビクター、カラティーにも一緒に移籍しました。ピッチャーとキャッチャーはセットというわけです。どうともなりし、 より大きな問題として、そもそもシーズン途中にキャッチャーを獲得してもあまり意味がないという。スプリングキャンプからピッチャーとキャッチャーが入念な意思疎通をするからこそ、シーズンを通して戦えるのです。今シーズンの大谷翔平は自分でサインを出していますが、これは WBC で十分な練習ができなかったことも影響を与えています。 優れたキャッチャーと大谷翔平がキャンプで入念な意思卒を行い、キャッチャーが大谷翔平をリードするのがあるべき姿なのです。WBC の悪影響に数えていいでしょう。いずれにせよ、どんなメイキャッチャーがトレードでエンゼルスに来ても、シーズン途中では急増のバッテリーにしかなりません。ピッチャー大谷翔平の進化が発揮できない状況に変わりはないわけです。どうともなりし、 どうやら大谷翔平が心の底から安心してボールを投げられるようになるには来シーズンを待たなければならないようだ。デイリー新調編集部大谷翔平中継に一瞬映った試合前の意外な人物への挨拶に日本人注目。喜んでる。好きだわ。オリオールズ戦に3番 DH で出場。米大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は17日、日本時間18日の敵地オリオールズ戦に3番 DH で出場。 4打数無安打に終わり、チームも1対3で敗れて、2連敗となった。試合前、グラウンド内で選手や審判以外の人と、グータッチで挨拶する姿が中継で流れ、ツイッター上の日本人ファンが反応。喜んでる。面白いといった声が上がっている。意外な交流に笑顔が見せた。オリオールズとの4連戦の3戦目を前にベンチに向かった、大谷翔平。 そこで最初に挨拶したのは選手でも審判でもなく警備員と思われる制服を着た人物大谷翔平からの思わぬグータッチの申し出に警備員も笑顔を見せたその後大谷翔平はベンチ前でフィリップスと挨拶するとベンチ内ではおどけたポーズを見せながら首脳陣と挨拶を交わしたツイッター上に動画が拡散すると日本人ファンは反応挨拶面白い大谷翔平くんからの挨拶に喜んでる いつものキレがないお疲れかな。ベンチの中でミッキーマウスのポーズしてる。警備員みたいな人も意外だったのかな。チームメイト以外にもグータッチするの好きだわといった声が上がっている。大谷翔平は前日に続き、この日もノーヒットに終わり、打率は296となっている。